皆さんこんばんは。こんばんは。本日はですね、第173回どんどん夢が叶うメディカスでございます。本日のゲストはですね、ニットデザイナーの、これ小須田なんて読むんでしたっけ。はい、そうです、小須田、小須田です。小須田何さん。はい、何さん。小須田いつこです。小須田いつこさんです。イエーイ。もうね、いつもね、ここ打ち合わせしてないから、もういつもここ見た時に下の名前わかんない、ごめんなさいね。いや、いつもはあの、わかんないって言われます。あ、珍しい名前、ね。はい、いつこさんね、小須田さん、名字も名前も珍しいね。小須田さん珍しいよね。はい、はい、ということでね、今日、イエーイってことでね、今日ありがとう、早々とね、箱崎さん来てくれてありがとうね。あ、川崎さん今日は見てますよってことでね、ありがとう川崎さん。 YouTube のコンサルタントも有名ですからね、 Google も認めたという川崎さん、ありがとう。手作り釜、どなたでしょう、この家。あ、はい、釜口の、はい、知ってる。はい、多分手作り釜口のね。はい、さん、ありがとう。イエーイ。本名はね、ちょっと分かんないんでごめんなさいね。ということでね、あ、イエーってね、漢字書いてね、イエーってありがとうね。あ、サーリーちゃん、今日来てくれたの、沖縄からありがとうね。あ、ありがとうございます。メディカスバンドのね、サーリーちゃん、本2冊出してますけどね、もう超かわいい、サーリーちゃん、ありがとう。ということで、本日はね、メディカスオープニング、今のね、生歌で お届けしておりますんで、実は小須田さんもこの間のメディカスバンドの東海ドライブ来てくれました。はい、すごい素敵でした。もうね、こう言ってくれるんで本当嬉しいですよ。あの、生のメディカスバンドの生の歌声ね、初めて聞いていただいたということですね。はい、まあ、あれでファンが離れるんじゃないかと心配です。いや大丈夫でしたか。はい、感動しました。感動しました。ありがとう。あ、宮川さんだって。あ、はい、そうです。ご存知で。はい、ね、宮川さん、ありがとう。ありがとうございます。ね、ということでね、これからオープニング行きたいと思います。生歌でね、行きたいと思いますよ。キャッチャーウェイっていう曲ね、僕が20年前に作った曲、20年前ね、僕落ち込んでたんですよ。夢が叶わないでね、仕事ももうめちゃめちゃ忙しくてね、こんな人生でいいのかななんて思ってた時にね、自分をこう励ますために、もう夢を叶えよう、自分への応援歌を作りまして、それをですね、今53歳ですけど、その自分が歌うというね、当時の自分に感謝しつつ歌いたいと思います。キャッチアウェイ聴いてください。今日はあのサインをもらおうと思って持ってきました。皆さん嬉しいじゃないですか、これね。あの、僕たちのメディカーズバンドのね、はい、デビューアルバム1枚目のアルバム、1枚しか出してません。1枚目のアルバム
をねご購入いただきまして、ね、これ聞いてくださってるのね。そうです。これ1曲目にね今のキャッチアウェイって入ってるんですけども、これをね買ってくださってサインをね、はい、お願いします。これなんか山田くさんだけサイン入ってるね。そうなんです。山田くさん、はい、この間のメディカズバンドのライブの時ね声かけてくださったらねみんなでサインしたんですけどもね、お忙しそうだったね。もうこうやってね本当にもう言ってください。僕はサインしますんでね、よろしくお願いします、ね、はい、ありがとう。サリーちゃんも今度ねこれサインしてあげてくださいね。よろしくお願いします。はい、あ、上村さん来たよ。嬉しいな、お仕事で忙しいのに。上村さんありがとう、ね、ありがとうございま す。神戸さんありがとう、ね、いつもありがとう本当。え、これはヤガ51さん、テミアライブ狙ってますね。ありがとう。これ分かる人しか分からないからね本当ありがとうございます。サリーちゃんもねありがとう。生歌いいねということでね、サリーちゃんもぜひね、ハッピーエクで生歌披露してくださいよね。本当にねたくさんの人がねもうこうやって来てくれて本当嬉しいですね。あ、関本さん、あ、いつこさん頑張って、関本さんありがとう。え、男性の方？いや、女性の方。サインをもらいに行ってくださった方です。あ、え、いつ？これだの、ま、じゃなくて？いやいや、その前です、ね。なんだろう。うちにスタッフなんです。あ、でそうなんだ。はい、山田さんのところにもお仕事で行ってるので。うん、それで。はい。ありがとうございます、関本さんね、本当に。ありがとうございます。これね、杉本さんね、これ今投稿してくれたでしょ？で、投稿してくれたところのコメント欄のところの左に、あの三角の矢印があるじゃない？三角の矢印。そこをクリックすると、Facebook とかね、Twitter のね、アイコンが出てくるから、それを選ぶと顔アイコン出ますから、言ってることわかるかな？ぜひね、コメント欄のところの、ね、左の矢印、三角の下のね、これクリックしてみてくださいね。皆さんね、顔出てない方、よろしくお願いします。あ、ね、サリーさんね、小須田さん、ライブお越しいただきありがとうございましたということでね、本当にね、嬉しいよね。ライブ来てくれたんですよ。メディカスバンドのね、ありがとうございました。で、今日は、まあ、小須田さんということで、実は私、小須田さん初めてお会いしたのはいつですか？ですね、水越さんはご存じないと思うんですけど、本当？セミナーの前にお会いしてるんです。僕のね、ライブチャンネルナビゲーター講座、今あの自分 TV っていうセミナー僕やってるんですよ。ユーストリーム皆さんビジネスで使いましょうっていうセミナーやってるんですけども、その一番最初の時は名前がねライブチャンネルナビゲーター講座っていうのは、その時にねご参加いただいたんですよ。はい、僕その時初めてだと思ったけども、いや違う、実はお会いしてるんです。いつ、その前に震災の直後ぐらいだったと思うんですけど、うん、サリーさんとご一緒だったんですよ。え、ちょっと待って、サリーさんと僕がどっかでお茶飲んでたとか、違う。Facebook の勉強会がありまして、うん、私が行ったら、うん、水越さんとサリーさんもいたんです。あれ？ちょっと待って。あれかな？新宿？そうです、そうです、そうです。ねえ、はい、あれじゃない？あの方、何だっけな？鈴木さん。あ、そうそう。あの時いたの？いましたよ。いたの？人数少なかったもんね、あの時ね。そうです、4、5人でした。あの後、今週が行かなかったんだ。そうなんですよ。用事あって帰っちゃったんです。ちょっとね、覚えてなかった。もう、はい、サリーさんとそう偶然だったんですよ、あの時。あ、そうなんですか。うん、ほんと。へぇ、びっくり。いやー、あの時だったの。あ、出られてた。あ、でも積極的だったですね。じゃあ、あの頃、Facebook の勉強会だったことは。そう、まだ、今みたいに皆さん入ってきて、ね。で、私も Facebook やってみたんだけど、どうしていいか分かんないから、じゃあちょっと行ってみようかなと思って行ったら、うん、水越さんもいらっしゃって、サリーさんもいらっしゃったんです。なるほど。それで、あ、こういうことをしている人がいるんだと思って。誰のこと？水越さんと。その時なんで、あ、その時自己紹介したから、うん、こういうことをしてますって言うんで、すごいことをしている人がいるんだなと思って、うん、それから、Facebook 友達とかになっていただいて、うん、それでセミナーとか、はい、それで僕のセミナーに出てくれたんですね。なるほど、はい、ってことはね、まあ、あれ2011年ね、11年の春、はい、夏かな、はいはい、ということで、まあ、そういう出会いがあったわけですよ、小須田さんとね。で、今回、まあ、またメディカスのゲストに上野さんという方もね、いらっしゃって、はい、あの方、肩書きなんだっけ？筆文字デザイナーのね、はい、で、その方も僕のライブチャンネルナビゲーター講座っていうセミナーに出てくれたんですよ。それが上野先生との出会いなんです。そうだ、そうなんです。でね、僕のその、ユーストリームの今自分 TV ってセミナーやってますけども、それの前身のライブチャンネルナビゲーター講座やった時に
上野さんゲストのね、筆文字アーティストの上野さんが出てくれて、その時に なんと小須田さんもそこに参加者として出てて、はいはい、あの受講生としてね、そうなんです。それでお二人が知り合った。そうなんです。嬉しいじゃないですか。で今では一緒にお仕事させていただいて、一緒にね、はい。その時お前誰いたんだろうな、ね、草間さんと、草間さんもいたんだ。そう、草間さんもいたんです。それから多分ね、清水さん、だからその時草間さんと上野さんもその時に仲良くなったんですよ。そうですよね、そうです、そうです、ね、もう僕嬉しい、そういう話聞くとね本当に。だから僕も知らないところでそうみんながこう繋がってるっていうのはね、そうなんです、嬉しいな。それでお仕事になってんだもんね。そうなんです。いや嬉しいわ。まあね、そういうことで、そう思ってくださいね。あ、上野さん、この方は赤石、こんにちは、こんばんは。千月さん、はい、千月さんこんばんは。こんばんは、赤石さんこんばんは。赤石さんありがとうね。この方はどういう方なんですか。やっぱりある勉強会で知り合った方で、おー、なるほど、同期なんです、一緒の。そうですか、はい、ありがとうございますね。ありがとうございます。上野さんありがとう。あ、上野先生、ね、上野さんもね、ここのゲストに来てくださいましてね、もうメディカス出た途端に、そう、大ブレイクで、そうなんですよ。本当ですか。本当に忙しいですよ。ね、引っ張りだこ。もう嬉しいよね、本当。この方は佐川さん。はい。いくみさん。いくみさん。いくみさんありがとう。佐川さんありがとう。ね、コメント本当嬉しいです。ありがとうね。神戸さんね、おめでとうございます。173回目ということでありがとうございます。こんばんは。この方はココカフェ佐藤。あ、はい、ココカフェさん、はい、こんばんは。すごいみんな見に来てありがとうございます。いつこ先生とかね、ありがとうね。もしあれでしたらね、こうコメント欄の左の三角のところで、ね、ちょっとクリックしてもらうと Facebook とか、Twitter のアイコン出ますからね。そのアイコンやっていくと顔とか名前出ますからね。あ、元木さん、あ、こんばんは。すごいな今日元木さんありがとう。北海道からこんばんは。北海道、いや遠いところからねわざわざ本当にありがとう。見てますよっていうことでね、ありがとうございます。すごいね今日。あ、そうですか、嬉しい。皆さんこんなにたくさんね、ありがとうございます。話が進まないよね本当。あ、関本さんがね、はい、いつこさんストールかわいい、あ、はい、髪切りましたね。切りました、切りました。あ、横山さん出ましたというね、顔出ました。ありがとう佐藤子さん、ありがとうね。いや今日素晴らしい、皆さんねツイートどんどんしてくださいね、読み上げますからね。ということでね、まあ私とそう出会いまして、はい、その時出会ったんですけども、はい、僕その時に、はい、あの小須田さんがね、はい、まあ、ニットデザイナーということ で、はい、で僕は実はニットとか、はい、全然わからない、正直言うと、はい、うん、わからないんですけども、はい、その時出てこられたっていうのは、はい、まあ、僕はそのユーストリームのね、はい、こういう番組をいろんな皆さんのビジネスで使いますよと、はい、あの回数資金0円、スタッフ0円、一人で、今日も皆さん驚くことなかれ、2人しかいないんですから。本当びっくりしました。スタッフ0ですから。知ってたんですけど、やっぱり一人でやってる。やっぱり本当誰もいないんですから。本当すごい。そこでできるんですよ、こういう番組がね。びっくり。で、そういうセミナーやってたんですけど、どうしてまたあそこへ出るの？いや、あの私もこう編み方をこう配信できればいいなと思って、どんなものかなと思って見に行ったんです。なるほど、ちょっと知ってみたいなと思ってね。そう、そうなんです。ああ、なるほど。ところがやっぱりですね、喋るだけじゃないので、うん、手元を私が動かすと、うんうんうん、撮ってくれる方が必要なんですよ。うんうんうん、そうだ、両手使うもんね。そうなんです。で、まだちょっとまだできてないんですけど。だからね、あのこういう USB、あのウェブカメラを2台まあ置いといて、1台は、うん、あの手元を映すね、よくね、あの僕も事例で出すんですけども、こう人形を彫ってる人が、はい、ずっとこれユーストリームやってる人いるんですよ。そうなんだ。1台をここ手元を映して、うんうんうん、1台を自分の顔を映して、うん、2台のカメラこう分けて映して、うん、あ、そうなんだ。そういうやり方もありますからね、うん、まあいろいろまだ、あのやり方ありますけれどもね、うん、ぜひね使っていただきたいなと思いますけれども、まあ、あの小須田さんはまあ、今はねその教会なんでしたっけ、国際クラフト協会、国際クラフト協会とかね立ち上げたりとか、はい、まあ、メディアの取材も多いし頑張ってらっしゃるんですけども、もともとは専業主婦でしょ、はい、長いですね。そうですね、この仕事をちゃんとやる7年前まではほぼ専業主婦で、週に1回ぐらいご近所のおばあちゃんとかにあの細々と編み物を教えてたんです、うん、だけどそのじゃあ編み物は得意だったの、はい、あ、そうです、ちゃんと専門学校に行って行ってたのね。それも、ですね、
あのずっと自己流だったんですけど、うん、おばあちゃんに教えてもらっただけで。え、おばあちゃんって私の祖母に。あ、そうなの。子供の時に、はい、だから本当にそれから自己流でずっとやってたんですけど、自分の子供が生まれまして、うん、編んであげたいなというのと、うん、あと私俺ちびデブなんで、うん、いやいやそんなことはないですよちびデブなんです。で買ってきてセーターを着ると こんなに手が長いんですよ。あ、なるほど。合わないの ね。それでそうなんです。それでなんか自分 の体にぴったりのセーターを作るにはどうしたらいいかなということでいろいろ調べましたら、うん、ちゃんと勉強して、うん、製図とか割り出しっていう勉強をすれば、うん、自分の体にぴったりのものが編めるってことが分かりまして、うん、それで子供が幼稚園に行ってる間にそこの学校に通ったんです。でも幼稚園ってだって入り早いじゃない。そうです。だから最初の、2年ぐらいは週に1回、午前中だけ行って、うん、3年目は、月に一遍1日だったかな、うんうん、はい。それ何年ぐらい行ったんですか。で3年半ぐらい、うん、そこはすごい勉強になった。そうですね、そこに行ったので今、はい、いろんなことができるようになりました、うん、で専門学校でも行ってからも、はい、まあ、とりあえずは主婦だったんでしょ。そうです、そうです。だからそこ終わってで、うん、本当にだからご近所のおばあちゃんとかおばさん、あの本当に一人二人細々と、うん、あの週に一遍とか教えてたんです。あ、でもそういう本当にね、はい、もうその本当にローカルで ビジネスとかいうよりかは、はい、ローカルにね、はい、そうなんです、うんうん、でそうこうしているうちに、うん、でも一応お金取って教えてたわけ。一応お金はもらってました、うんうんうん、本当少額ですけど、はいはいはい、それでそうこうしているうちに自分がこう作ったものを見てもらいたいなと思うようになりまして、ね、うん、それで、1998年かな、うん、デザインフェスタっていうものがありまして、うん、それがビッグサイトでやるんですね、うん、で2回のは、うん、それに思い切って出てみようということで出ました、うん、え、出るっていうのはどういうことなの。作品を出すじゃない。あ、ブースを、ね、ブースを借りるんですね、うん、その時は一坪ぐらいのブースなんですけど。すごい思い切ったね。思い切りました。ブースを出してでそこに作ったものを並べて何をしてもいいんですけど、うん、展示だけでもいいし、うん、販売してもいいし、うん、そこでパフォーマンスしてもいいし、うん、あの何をしてもいいんですけど、うん、一応並べて、うん、一応値段もちょっとつけたんですけど、はい、そしたらですね、うん、たまたま糸を作るメーカーさんの方が来てて、うん、でじゃあって声をかけていただきまして、それですごい手芸雑誌、手芸本っていうのがあるんですけど、みんながそれを買ってそれを見て編む雑誌なんですけど、それのデザインとか、展示会のデザインしませんかっていうお声をかけていただきました。ちょっと待って、すごいスピードで今そこまで行ってるんだけど、はい、それ専門学校行ったじゃないですか、はい、自分でね覚えたけど、はいはい、その、まあ、僕そういう技術的なこと分かりませんけれども、そのうまいとか下手だとかっていうか、うん、はい、差はあるんですか。やっぱ多少はあります。ありますが、でもまあ使える程度には誰でも編めるという。何が違うの、やっぱそういう売ったり買ったりしてくれるもの作品と。やっぱり好み、最終的には好みと、あとはあとデザイン、デザイン、デザイン、はい、はい、じゃあそれでまあとりあえずブースを出してみようっていう、はい、だってお金かかるでしょ。ブースかかりますね。その時でいくらしたのかな、全部、重機とかいろいろ借りて 4,5 万したのかな、ね、でそこで自分の作品を並べて、はい、とりあえず売ったんだね。そこでね一応値段はつけました。つけてね、はい、そしたら他にもだってブース出してる人いるんでしょ。もうすごい、そこに 何千組って出してるんですけど、でも編み物だけじゃなくて、例えば絵を描く方とか、ね、彫刻を出してる方とか、うん、それこそキルティングのバッグを出してる方とか、写真を飾ってる方とか、そこでパフォーマンスしてる方とか、いろいろいる。でもそうやって出して、はい、まあ、そういう、その方誰でしたっけ、声かけてくれたのが、浜中さんっていう、手芸の糸の会社なんですけど、会社の方、はい、その方が声をかけてくれたわけでしょ、はい、それを見て、はい、それを出さなかったらだってさ、そんな声かけてくれないわけだから、はい、そうなんですよ。やっぱり行動なんですよ皆さん。そう、すごい、やっぱり最初はすごい勇気がありました。勇気よね、そこの一歩を踏み出したってことがね、うん、大きいですよ。そうですね、うん、でそこで声かけてくれて、はい、それからじゃあそのさっき言った本の、はい、ちょくちょくですけれども、うん、そのお仕事が来るようになって、はい、嬉しかったですよ、その時は。そうですね、嬉しかったですね。でもそこからまた新たなこうしてみたいっていうのも出てきたの。
それでその時に一緒にそのメーカーさんの他にネットショップみたいなことの、うんうん、走りの方に声をかけていただいて、そこのネットショップにも出してみませんかって言われて出すことにしたんですけど、その当時全くパソコンとか私できなくって、メールを見るのもやっとっていう状態だったんです。なるほどなるほど。で、あ、仕事でパソコンできなくちゃいけないんだと思って、で一生懸命それからもう自己流なんですけど、やって、未だに事故るなんですけど、それでなんとかメールのやり取りとか、こういう仕事って画像の添付とかが必要なんですよ、はい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 、で画像の添付の仕方とかなんとかやれるようになりました。その頃はでもまだお子さんは、下の子が小学生だったかな、小学校の高学年か、そうですね、まだ本当にそれだけに時間を割くというわけにいかないもんね。そうなんです、主婦の仕事もね。そうなんです、はい、偉いよね。いやいや、偉くもないですけど。いやいや、それでね、はい、そう、まあちょっとね、今ねちょっと待ってね、小須田先生見てますって、星野さん、あ、星野さん、宮子さんありがとう、星野さんありがとうね、小須田先生もデザフェススカ、デザフェス、デザフェススカウト組だったのですか。改めてデザフェスってすごいな。そうです、デザフェスですね。最初は、最初の一歩はデザインフェスタって私が出た。みんなやっぱりそこからこう、うん、なんかこうやりたい人そこ出るんだ。そうですね、と、なんていうのかな、最初の一歩みたいな形で、あ、そうなんだ、まあ、自分の試すためにとか。だからやっぱりそういうところにそういう見つけたい人も来るわけだよね。そうです、そうです、うん、あ、そういう仕事関係の人とか、そうそうそう、ね、あとはお店関係の人で、うん、その人の作品を自分のお店で販売したいなとかっていう方もいらっしゃるし、とメディアなんかも来るんですよ、ね、今は分かんないですけど、その当時は結構テレビ局とか、うんうん、取材に来てましたね。なるほどね、うん、データフェスすごいんですねってね。すごいですよ。浜中大好き、あ、浜中さんの系統が多分、浜中さんっていう、あの、ね、詳しいじゃないですか、はい、馬淵さん。あ、そうですか、はい、馬淵さんいつもね、Facebook とかでいいねとかコメントありがとうございます。ありがとうございます。浜中ね、全然わかりませんけどね、私はこの業界では一番、日本では一番大きい糸を作ってる会社さんです。さすがですね、はい、あ、ヨタさんね、ありがとうね、カイさんこんばんは、ありがとう、小須田さんだってことでね、カイさんは苦手な分野なのね。できる人は尊敬の眼です。いや、でも私お料理苦手だから。あ、よくご存知でね。あの、この前のね、ひよこ教室で。そうなんですよ、うん、あのライブの時に同じグループだったんです。カイさんとね、はい、ああ、そうなんだ、なん嬉しいな、はい、あ、フォトグラフィンさんありがとう。着生液というね、写真セレクト中なので、話10分の1ものです。 OK ということで、かあ、さっきサリーさんがね、この前のき、この前に置いてあるの気になるっていう話がありましたけどもね、はい、ちょっとご紹介いただきましょうかね。はい、うん、これでね、映りますから、どこどれか、どれでしょうか。これはですね、ちょっと待ってね、はい、これは、はい、モチーフをつないだマフラーで、まあ、こういう感じで。ああ、いいじゃないですか。はい、これ基本的に全部手編みなの。全部手編みです。ちょっと見せてもらうね、はい、これはどなたがやったんですか。あ、これは一応私がデザインして、うん、私が編んだのもあるし、新田さんに編んでいただいたのもあります。新田さん？新田さんっていうのは、新田さん、お、新田さんってどこから人の名前が新田ですね。新田ね、編んでくださる方。新田ね、新田さん。新田さん。これでもデザインって考えるの大変なんですか、こういうのって。僕よくわかんないですけど。そうですね。でもこういうのが好きでやってるので、やっぱデザイン考えるのた面白い。楽しい、はい、ね、そこ楽しいよね。そうですね。なるほど。はい、これはじゃあ季節的には。今頃から冬にかけてですね。いいかけね、はい、はい。あとは、これはバッグです。かわいい。これは私が見てもかわいいと思う。ありがとうございます。これいいな、はい。このポコポコが。ポコポコね。はい、うん。こんな感じでね。そうです。ポコポコ。はい、うん、あ、これ肌触り。手触りがね、これはね、オーガニックコットンって言って、ほうほうほう、例えば皮膚の弱い赤ちゃんですとかアトピーの方でも大丈夫なように考えて作られてる、はい、ね、はい、オーガニックコットンね、はい、いや、これはいいじゃないですか、可愛くてね、ありがとうございます、うん、はい、これもデザインするわけですね。そうです、そうです、はい、ありがとうございます。あと、いや、女性の皆さん反応してますね。あ、そうですか、ありがとうございます。これ帽子、はい、帽子で、
いやいいですね、これは今日皆さんどなたかにプレゼントしたいと思います。愛のツイート大賞、この帽子ですよ皆さん。気張ってツイートお願いしますよ、コメントね。これも小澤さんがデザインして、はい、そうです、これは本当にあの年齢とか問わずどなたにでも、うん、かぶっていただけるかなと思いますね。でも一応女性用なんでしょうか。そうですね、でも男性でも、うん、ご希望があればかぶれると思います、はいはいね、これありがとうございます。はい、あと今日着てきたんですけど、はい、これこういうポンチョです。あ、いいねポンチョね、はい、あったかいですよね。これキラキラ光ります。あ、本当だ。これは何編み込むの、これ。あ、着けるの。糸にね、最初からこういうスパンコールがついてるんですよ、うん。あ、糸についてるんだ。そうそうそう。で編むと自然とこういう感じでキラキラ光るんです。へえ、そういうの売ってるんだ。売ってるんですよ、ね。これちょうど今の季節。これなんかは、はい、これ手、これも手なんですか。全部手です。これさ、どのぐらいかかるの、これ作るの。これは結構かかりますね。1日どれくらい時間割けるかによるんですけど。あ、1日3時間編んだら4、5日、1週間ぐらいかな。あ、1週間ね。 それってでもめちゃめちゃ早い方なんでしょ。そうですね、普通の人そんな早くできないと思うわ、うん、ずっともっと編んでればね、もっと早く。と何これって感じ。あ、まだあります。あ、あります、あります、はい、あとはこれ。今日すごいよコメント、皆さんありがとうね。これはちょっと後で読むからね、凝ってるので。わー、これいいね。はい、すごい。これはですね、トルコのなんつうの、モスクをイメージしてデザインしました。はいはい、あ、モスクね。はい。あー、なるほど。これがね、全部ね、そうなってね。あ、これいいね。色合いがすごくいいね、これ。お背中がまた違うんですね。あー、これ背中。はい、こう後ろのね、はい、デザイン。はい。かわいい。これもあったかそうだよね。あ、これあったかいですよ、ね。これはちょっと凝ってるので、すごい大変でした。これは大変で、これは時間かかるよね、はい、そうですね、これがすごく大変。これね、あ、なるほどね、あったかそうだね。で、これがですね、はい、こういうふうにはがきの、先ほどのセーターがはがきになっておりまして。あ、本当だ。来月、はい、トレマーガ店っていうのをやるんです。トレマーガ店、トレマーガっていうのが会社の名前ですか、はい、そうです、そうです、ね、お店の名前なんです、はい。いつでしたっけ。来月の、ここ、ね、はい、11月20日水曜日から11月25日、はい、月曜日、月曜日、はい、どこでやるんですか。表参道のアートインギャラリー、はい、っていうところでやりますんでね、ぜひ皆さん、はい、ご興味のある方ぜひね、お出かけください。ぜひぜひ無料ですので。無料、はい、無料です。で、うちで習った生徒さんですとか、うん、ね、出るわけですね。はい、うちで勉強して先生になった方がほとんどですね。今日コメントしてくれてる方もいるの、ここに。そうです、そうです、皆さん、はい、嬉しいじゃないですか。はい、ね、さとこさんとか、さとこさんとかね、はい、はい、ありがとうございます。今日すごいな、ありがとうございます。ちょっとありがとう。ちょっとね、コメント読む、すごい流れてるよ今日。本当ですか、わ、嬉しい。どっからだ、さっき。みんな欲しいとか、マフラーかわいいとかね。ありがとうございます。ね、あ、素敵なモチーフとかね。マフラーかわいい、ね、ありがとうございます。あ、星野さんもかわいい。ありがとうございます。カイさん、尊敬のマナコ。ありがとうございます。懐かしい感じですねってね。ああ、そうですね。あ、バッグいいなって。あ、ありがとうございます。これかわいいよね。ありがとうございます。バッグもできるのですね。はい、スカートみたい、かわいい。帽子きたって書いた。欲しい。この帽子おしゃれ。いや、みんなすごいね。よくわかるんだね、女子は。はい、あ、トリムさん、ありがとう。来てくれました。ね、内科医の先生です。小児科の先生でございますよ。あ、そうなんですか。小児科の、うん、小児科の先生だから、やっぱね、こういうお子さんにね、さっきのバッグね、ああいう、やっぱりその肌に直接触れたりするものだからね。そうですね。あのね、よくね、赤ちゃんが生まれるのでプレゼントしたいので、なんか赤ちゃんセットを編んでくださいっていうオーダーがよく来るんです。なるほど。はい、そうするとやっぱりそういうとこ気をつけるわけね。気をつけて、やっぱりチクチクしないオーガニックコットンなんかを選びます、うん、なるほど、うん、そういうのはニーズあるよね。あるんですね、うん、赤ちゃんセットは本当によく
ご注文いただきます。ともこさん、画像が見れません。え、本当？あ、みんな見れてるよね、大丈夫。なんだろう、あ、もしかして再読み込みしてもらうと見れるかな。今何で見てるのかな、 iPad とか何でしょうね。キラキラポンチョーとかね、かわいい、かわいいですね、かわいい、ありがとうございます。みんなかわいい、かわいい。あ、もとき、これ誠さんっていうの。はい、誠さんね、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ今のいいですねってね、星野さんありがとう。ありがとうございます。横山さん、キラキラいいな。まぶしさん、オーガニックコットンのバッグ、細かくて素晴らしいですね。ありがとうございます。かいさん、肩こりが気になります。なんでこれ、どうしてあのこうやって編んでるとやっぱり肩が凝るの。凝ります。あ、でも私の場合はパソコンやった方がもっと凝ります。まあね、そりゃちょっと違うからね、はい、自分の好きなものだとまた違うからね、うん、安藤さんありがとう。ありがとうございます。鹿児島からね、すごい綺麗ですね、キラキラってことだね、ありがとう。あ、色の配色、さっきのね、あの、あ、はい、セーター、はい、ありがとうございます。本当だよね、素敵ってことね。星野さんね、横山さん、これこれこれだって言ってますよ。ありがとうございます。サリーさん、セーターすごいね。この方の名前わかんないんで、なんだっけ、宮川さん、宮川さん、はい、宮川さんね、ちょっとごめんなさいね、すごい、ありがとうございます。関本さん、帽子欲しい。スタッフもか、あ、スタッフなの、この方。そうなんです、スタッフもかとか言ってますけど、ね、あ、みんなやっぱそのまま欲しいぐらい魅力的なのね。ありがとうございます。トレマーガテンのハガキのセーターとね、トレマーガテン、ぜひ皆さんね、ぜひいらしてください。あ、やっと見れました、よかった、 ありがとう。よしこさん、神保よしこさん、あ、はい、ご存知で、レモさん、レモさんっていう、レモ作家名がレモさん、レモさん、レモさん、ありがとう、レモさん、ありがとうございます。先生のつけているスヌードも素敵です。あ、これ、 ありがとうございます。ちょっとね、お見せしましょうか。これはこれはね、一番簡単なあの編み方で、ガーター編みって言うんですけど、うんうん、あの初心者さんでも編める。あ、そうなの。毛糸がちょっと変わってるだけで、うん、一番基本の編み方です。へー、これでも初心者の人が作ると時間どのぐらいかかるんですか。うーん、その方の、まあ、技術にもよりますけど、早い方だったら1日。ああ、それ作れちゃうの。はい、これ一番おしゃれだよね。これもう、これは糸がすごいいいんですよ。これすごいよ、これスペインの糸でですね、うん、あのちょっと変わった糸で、何にも考えずにまっすぐに編むとこうなるんです。すごい、これとても、まあ、僕は全然知らないからあれですけど、はい、すごいよ、初心者向けの、ね、これが初心者向けな、はい、糸を選ぶと、奥が深いですね、簡単なのでも、そうですね、手編みも、はい、感動しますね、なんか。ありがとうございます。ちょっと待って、もう今日すごいな、コメント、ありがとうございます。横山さん、みんな来てくださいって言ってますよ。あ、かいさんもね、東京に行くんだけど曜日合わずってことね、残念だね。はい、サリーさん、帽子欲しすぎ習いに来てください、ね、自分でできるんだもんね。そうですね。あ、だけどやっぱりその、あ、それで今、小須田さんは教室をやられてるわけですよね、はい、そうです、そうです、うん、はい、教室どこでやってるんですか。文京区の千駄木っていうところです。あ、皆さん、文京区ですよ、千駄木、はい、日暮里からも歩いて 7、8分。日暮里からね、7、8分、はい、千駄木からだと 2、3分。2、3分、はい。どんな感じ、曜日とかそのあれとか決まってるんですか。そうですね、決まってます。決まってます、はい、先生になるコースと認定を取るコースと、そういうのもあるんだ、はい、かぎ針編み認定講座っていうコースもありますし、あの何にも決まりがなくて、あの好きなものを自由にできるコースもあるので、うん、なるほどね、はい、まあ、あのブログとかね、そうですね、あとホームページもあるでしょ、はい、そこを見ていただいてね、はい、ぜひ皆さんご興味があったら、はい、だからその例えばほらずっと主婦やられてて、はい、だから今でもその主婦をね、はい、しながらやりたいっていう人もいるわけでしょ。あ、います、います、ほとんどそういう方ですね。あ、そうなんですか。平日にいらっしゃる方はほとんど主婦の方で、ちょっとだけパートに行ってるとか。なるほど、そういう方が多いですね。でもそうやって覚えると、うん、自分で作ってあげられるね。そうですね、これ嬉しいね。嬉しいですよ。あ、手作りだもんね、うん、いや嬉しいと思う、家族の方とかね。そうですね、教えだ、僕うちの家内なんかはその絵を描いてるんですよ。あ、はいはい。で何かその贈り物もらったりとか、うん、何か人にあげるときに、はい、絵を描いて差し上げるとすごい喜ぶし。そうですよね。だからあの物を買わなくてもその自分のね、はい、あの
楽しいことで人を喜んでもらえるとか、そうですね、まさにこれなんかもね、そうですね、はい、まあ、もちろん自分でも身につけられるけどもね、うん、そういうこと覚えられるもんね。そうですね、まあ今ね皆さんね、いろいろ見てもらいましたね、作品すごい、もう、まあ、もちろんお上手なんですよ、もちろん教師やられてる先生なんだけどもでもね、はい、やっぱり主婦も長いことやられてて、はい、でそこでまあちょっとずつそういう話も来てやりだして、はい、そこから、はい、でもさらに何か、はい、ですね、いろんな展示会に出るようになったんですね、自分の作品見てもらおうと思って、うん、でだんだん子供も大きくなったので東京の方に出てきて、私千葉なんですけど、うん、東京に出てきてギャラリーを借りて展示をしたりするようになったんです。それで同じような仲間と知り合いまして、なんかいつも自分たちの作品こうすぐ見てもらえるような場所とか集まれる場所があるといいなって話してたんですよ、うん、それで、うちの下の子供が大学生になってうちを出ちゃったんですよ、うん、で時間もできたし、うん、自分ももうある程度、ね、うんうん、の年齢になってるし、うん、なんか動くんだったらもうこれが最後のチャンスだなって思ったんですよ、うん、でその時は両親も元気だったから、うんうんうん、ああもう両親が元気で子供の手が離れて、そう今しかないってこれが最後のチャンスって思ったんです、うん、それで、うん、じゃあみんなが集まってみんなの作品をこう展示できて、みんないつも集められる場所を作ろうと思って、それで、今のトレマーガっていうのを開いたんです、うん、それはその どういうあれ、その教室、元々最初はねギャラリーなの、最初は、みんなの作品を集めて、みんなの作品も見てもらえて展示販売もして、うん、してね、それから毛糸とか、あの棒、編み棒とか、かぎ針とか、そういう材料も販売して、うん、で教室もやるっていう、まあ、全部やるっていう、うん、それだけど最初にそのトレマーガ作った時に、はい、どっか借りたの、場所借りたんですよ、今の場所を借りたんです。借りたのね、はい、会社組織なの、それで私は、まあ、普通に個人でやろうと思ってたんですよ、うんうん、それでこういうことをしたいんだって、まあ、前々から言ってたんですよ、うん、そしたらうちの主人が、うん、どうせやるんだったら会社組織にした方が絶対いいからって言って。ご主人さんはどういう方なんですか。普通の飲んだくれのおっさんですけど今日ね、フェイスブックのコメントで初めてね飲んでくれのおじさんですって書いてあるからね、その前に僕コメントしたから俺のこと言われてるのかなと思って飲んでく、僕飲めませんけどみたいな思ったんですよ。あ、ご主人のことね、はい、お酒好きなんですね。そうです、そうです、うん、で普通の会社員なんですけど、はいはいはい、で私がずっとこういうのをやってるのを知ってますし、こういうのやりたいんだっていうのを言ってましたので、うん、やりたいんだって、うん、やることにしたからって言ったら、どうせやるんだったら会社組織にした方が動きやすいからって言って、うん、これはいいアドバイスじゃないですか、はい、うん、でお金も少し出してくれたの、お嬉しいじゃないですか、はい、それで株式会社にしたんです、ね、はい、自分で作って、はい、でその事務所を借りたの、事務所っていうかそのお店兼教室兼事務所兼のもう狭い場所なんですけど、ね、今の場所を借りたんです。はい、最初に借りてお店やった時は嬉しかった、やっぱ嬉しかったですね、はい、うん、でもね、回転してもそこを結局続けていかなきゃいけないから、ね、おー、それは大変でした、やっぱり。あ、そう、うん、こういうなんていうの、技術的なものを作るとか、うん、そういう勉強はずっとしてきたんです。してきたよね、はい、ところが経営はね、経営っていうのはもう昨日まで主婦だからもう、ま、全くできないんですよ、うん、でどうやったらお客さん来るかも分かんないし、うん、もうそのもうお金のことから何か全く分かんないんですよ。そっからだもんね。そうで、それでハッと気がついて、技術と経営って車の両輪なんだってオープンしから気がついてオープンしてから、いいのいいの、オープンしてから気がついてもいいんですよ。そうなんですよ。それで、それが分かったことだけでもね、最初。そうです、そうです、うん、それでもうこんなことじゃいけないと思って、それからもうなんかいろんな経営の本とかいろんなことを勉強したんだ。勉強して、それでそれこそいろんなセミナーとか行って、うん、あ、そうなんだってポカーってはーっていう感じで、それからです。すごいね、うん、でもまあ幸いなことに、一緒にやってた仲間が、一緒に展示会なんか出てた仲間がいたから、うんうん、その人たちもまあ最初こういろいろ盛り立ててくれて、はい、うん、なんとかなんとか細々ですけど今までやってこれたっていう感じです。でね、いろいろほらメディアの取材も多いじゃないですか。例えば僕今日ブログに紹介しましたけども、はい、石塚さん、はいはい、ね、あれ何の番組でしたっけ、何でしたっけ、あれメレンゲの気持ち、はい、っていう番組の取材に
来られたんでしょ。はい、そうです。最初のどういう経緯だったのあれ。え、なんかあのうちのトレ漫画がある場所が、あの谷中銀座、屋根線って言って今人気のスポットなんですよ。でそこによくあの食べ物番組とか取材に来るの。そうなんですよ。お笑い系の番組とか取材に来るんですけど、たまたまうちのお店があの目に入ったみたい で、うんうん、でうち の、 あのこういう作品の中に、うん、食べ物を編む方がいたんですよ。形を、うん、ケーキとかハンバーグとかおにぎりとか編むんですよ。それはただそのなんていうの、そのそれは身につけるためじゃないんでしょ。あ、でもね、こう箱になってたりお財布になってたり実際使えるようになってるんです。ペンケースになってたり。面白いね。そうなんです、うん、でそれをあの食べ物系の時にこう食べる真似をするから、じゃあそれなんでそういうのでも気がついたんだろう、ディレクターっていうか。そのなんででしょうね、やっぱしこう見てるのか、見てる、歩いてると思います。いろんな場所、それでそれをちょっと使いたいんだけど、はい、来たわけ。そうなんです。その時はテレビは初めてだったんですか。いえ、何度か朝の番組とかちらっと紹介されたりとっていうのは何度かありました。それはどういうふうにして紹介されるわけ。やっぱりその屋根線のあのいろんなそのあの辺歩いてるんですね、よく。あの雑誌の方とかテレビの方とかラジオの方とかネタを探してるんですよ。へでも、うん、どっちかというと、はい、小須田さんはそれを見つけてもらうために積極的にって感じじゃなかったわけでしょ。いや、その時は全然全然ね、はい、まだ露出してないでしょ。そんなに。そうです、そうです、そうです。向こうから見つけてくれたんだ、はい、面白いね。ね、でもラッキーなことに。そうやってでもメディアに出ると、はい、やっぱ問い合わせとかあるんですか。ちょくちょくはね。でも食べ物屋さんみたいに一気にバッっていうことはないんですよ。あ、ないんだね。やっぱりこういうものは、うん、あの興味のある人にとってはすごい楽しいんだけど、うんうん、興味のない人にとってはもう全然興味ないので、あの食べ物屋さんだったら全員興味あるじゃないですか。そういう爆発的な問い合わせっていうのはないですね。なるほどね。あ、でも忘れた頃にあの時テレビも見たんですけれどとかって言って問い合わせとか、あ、はい、まあ、そういうのもね、メディアもいろいろあるわけですよ、はい、ちょっと待ってね、まあ、いっぱい来てるからね今日。あ、実物見たいってなんだろう。あー、セーターとかですね。あ、ああそういうことね、はい、見に来てください。はい、トレマンガ店に見に来てください。佐川さんも行きますってね、ありがとう。あ、この方桜子ムーンさん、いつこさん出遅れましたがやってみれた。あ、桜子さんかな、もしかしたら。桜子って書いてあります。あ、じゃあ桜子さん、ありがとう、ね、どうもありがとう。やっと見れたとね。佐川さんまだ言ってますね、ま、はい、帽子欲しすぎ。あ、面白いね。はい、すごいな小須田さんってね、甲斐さんね、ありがとうございます。小須田先生素敵、たくさんの作品が生放送で見れて嬉しいです。ありがとうございます。次回のトレマンガ展には参加できたら嬉しいですって、ね、はい、ぜひぜひ。なんてことでしょう。母、うん、クロチェ、あ、クロッシェ母、うん、誰だろう、名前が、ね、名前と一致しないです。すいませんね、はい。襟元や指もちょっと気になってますよ。あ、ありがとうございます。どういうこと。これじゃないですか、ね、はい、はい、トレマーガテの作品を編みながら見てます。あ、はい、ね、頑張ってください。頑張ってくださいね。赤石さん、セーター凝ってますね、マフラーもいいですね。 ありがとうございます、ね。関本さん、ご主人も息子さんも協力的な素敵なコスだけです。あ、息子さんも協力的なの。いや、うち息子が2人いるんですけど。男の子女の子。息子2人です。 あんま協力的ってほどでもないんですけど、はい、いやいや、協力的なんじゃないの。だって息子さんだとあね、でも小さい子供さんに編んであげてたんでしょ。小さい時は編んでましたね、はい、これ嬉しいよね、その母の愛情ですよね。あ、サリさんね、旦那さん素敵って言ってますよね。飲んでくれのご主人もう知らないですよ。そう言ってたからそう言ってるんですよ。すいませんね、ご主人さん、申し訳ありません。宮川恵美さん、はい、復活できたけどなんかいいところを聞き逃したような気がする。あー、あの、アーカイブありますからね、見てくださいね、はい。あ、やっぱり経営の勉強は大事なのねっていうことですけども。あ、そうですね。でもね、はい、やっぱりああいうのって勉強してもやっていかないとわからないじゃないですか、うん、ですね、やっぱり実際ね、はいはい、
だからそういう意味ではだからね、そのもう起業されたわけでしょ、はい、要は。はい、そうです。起業するのに、まあ、今まで、そうすると何年今続いてるんですかね。7年になりました。もう7年だもん、すごい。でスタッフさんもいるでしょ、だって。はい、バイトの方がいます、何年か。すごいよな、はい、すごい。いや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 、起業してでもね、それだけやられてきたっていうのは、なんかご自身としてはこういうことはやっぱり大事だったっていうのある？起業するにあたって。やっぱり数字に強くないとダメですね。数字、あともう分析する力がないとダメですね。あら、そうなんだ。もうそれが全くなかったからすっごい大変でした。ああ、例えばどういうふうに大変なの？例えばそのこれをどのぐらい作ってどのぐらい売らなきゃとか、そういう原料をいく材料をいくらし、はいはいはい、仕入れたのに仕事の単価はそれより安かったとかなるほどなるほど。そうなんです、ね、だ売り値がね、そう、それで何時間もかかったのに、ああでもないこうでもないってほどいたり組み合わせたりって何時間もかかるじゃないですか。それなのに納品したらすごい安かったとか、そんなのばっかりなんですよ。なるほどね、だから合わないわけだ。そうなんです、うん、そういうこともあの分かってなかったし、あなんていうの、あとそのこれだったから次はこういう風にしてっていう分析が全然できなくって、未だにできないんですけどいやいや、まあそこら辺はね、本当やっていくうちに分かっていくってところもあるんだけどね。そうですね、最初はとにかくどんな仕事でも来たらいいと思ってどんどん受けてね。そうなんです、やりましょうって、ね、それで来たら何千円とかでえっていう感じで、合わないよ、赤字だよ、ね、そうなんですよ。だから、まあ、最初はしょうがないよね、最初は、最初はしょうがない。でもそれで今結構そういう安定したお仕事とか、いやいやそうでもないです。あれなんですよ、基本的にやっぱ今お教室やられてるでしょ、はい、でお教室で生徒さんがいらっしゃるっていうのと、はいはい、あとはそのやっぱり販売してる、販売、そうですね、今はネットショップもね、ネットショップも楽天、楽天と自社サイトもやってます。やってるね、はい。楽天ってどうなんですか。いや関係者いろいろ話は聞いてますけどね、すっごい手間がかかります。手間が本当に大変です。あ、そういわゆるそのサイトの運営がでしょ。そうですね、はい、僕ね、運営のお手伝いをしてるんですけども。あ、そうですか。もうやっぱ面倒くさいですよね。もうすごい大変でもう画像を撮ってアップして、普通のねサイト、自社サイトみたいなアップロードと、あれ、ああいうのと違うからね、ちょっとね。で、すごいこういろいろあのイベントもすごいいっぱいあるので、それに追いついていくっていうのはちょっと無理ですね、うん、ああ、でもそれお客さん結構来るんですか、やっぱ。もうやっぱ楽天はもう6年ぐらいやってます。あ、そんなやってんだ、はい、すごい。でもまあ他に比べたら全然長い年月やってる割にはなかなかあの売り上げは他に比べたらないんですけれども、うん、自社サイトはどうなんですか。始めたばっかりなんです。あ、どうですか。ぼちぼち。どうやって呼んでんの、お客さん。まだ始めたばっかりなんですけど、やっぱり宣伝しないとダメですね。広告を売ってるんですか。広告を打とうと思ってます。いわゆる Google とかヤフーとかね、はいはい、広告ね、はい、でないともう本当に誰も見つけてもらえないので、うん、ね、動画使った方がいいですよ。あ、そう思って、はい、うん、動画検索にも引っかかりやすいですね。あ、はい、これから教えてください。いやいやいや、本当にそこは本当にいろいろやった方がいいと思いますよね、はい、まあ、Facebook もねやってらっしゃるし、ブログも結構アメブログ、ね、ブログも頑張ってます。はい、ね、本当頑張ってると思うわ、はい、あれやらないと Facebook とかブログやらないとやっぱりお客さん来てくださらないので。皆さんね、小須田さん、はい、本当に、はい、できる人はブサイクスタートしてるんですね。あ、そうです、ブサイクスタート。ですね、なんていうかな、完璧になるまで、これもこれできるようになってから始めようとか、経理の勉強もして、経営の勉強もして、うん、デザインの勉強もして、全部できるようになってから起業しようとかっていう完璧を求めないで、まあ、とりあえず今の力で始めようっていう、そういうのを言うんです。ブサイクスタートっていうの。はい、そうか。だから僕もこのユーストリーム番組もう、こう今日で173回ですけども、すごい、1回目の時なんて、はい、本当に分かんないで、はい、とりあえずやっちゃおうと思って、はいはい、まあ、それから続いてるんですけどね、うん、やっぱり完璧になってからとりあえずやってみて行動してみないとね。そう、そうですね、うん、分かんないこといっぱいありますからね。もうね、直しながらやればいいので。そう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 、もういつもだからすごい言われます。もう言ったら走ってるって言われる、スタッフに。行動的なのよ、これ大事な要素だと思うわ、うん、そうですね。でも僕の周りでもね、本当にどん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 いろんな夢を実現してる人はね、うん、行動力が早い。そうですね、それは言えると思います、ね、行動しないと。考えてる間に年取っちゃうから、うん、ね、本当ですよ。そう、うん、面白いね、やっぱりすごいわ。
あ、パソコンなんとか見れましたってともこさんね、ありがとうね。ありがとうございます。そうそう、会社の食べ物が合うんですよね。フォトグラフィーさん、数字弱い。でもこういう人ね、多いわ。ね。星野さんね、手編みは本当に大変なのになーってことだね。はい。あー、横山さんもね、計算苦手ってことだね。あ、はい。みんな多いです。エミさん、宮川さん、動画って検索に引っかかりやすいのか。そうなんですよ。そうですね。特に YouTube。あの短い時間でもいいですからね、うん、こう商品ごとにこう動画を撮って、ね、こう検索するとね、あ、検索じゃないとアップするんですよ、YouTube。でも翌日に検索にもう引っかかりますからね。そうですね、 Google と一緒ですもんね。そうですよ、うん、頑張ります。さすがですね、はい、もう YouTube やりましょう。ではこの Ustream 今日配信してるでしょ。これライブ生放送でこうやってコミュニケーション取れるじゃないですか、うん、ね、これコミュニケーションして、僕初めての人いっぱいですよ今日。あ、でもね、はい、もうこういう人で、ただ横山さんだったりね、今 関本さん、いろいろね、はい、星野さんとか初めての方もね、たくさんいらっしゃいますけれども、こういう方々とこうコミュニケーションを取ると、やっぱり距離がぐっと縮まるんですよね。そうですね。で、みんな向こうの方は僕たちのことをね、もうすごいライブで見てる。あ、はい。それでコミュニケーションして、で、しかもこれ終わった後に、YouTube にアップできちゃうんですよ。ね、ボタン一つで。そうすると YouTube でまた見つけてくれるというね。うん、僕はそういうセミナーやってるわけですよ。ぜひね、皆さんご興味がありましたら、11月22日、はい、ライブ、自分 TV セミナーやってます。よろしくお願いします。さりげなくね、自分のセミナーをね。はい、それでここの、その、はい、そのセミナーで上野先生と出会ったんですよ。そう、僕のセミナーに、小瀬さん出てくれた、そこに上野さんっていう方がいらっしゃってね。はいはい、筆文字のアーティストが。そうなんです。こういうね、その方とそこで知り合って、これ上野先生が書いてくれた私の名前のいつこのいつの字なんですけれども、これ上野さん書いてくれたの、ね、はい。あとですね、うち あのネットショップのサンキューカードも書いていただきまして、嬉しいじゃないですか、はい、素敵な字を書くんです。ご本人もすごい素敵で、素敵な方で、素敵な方ですよ。で、盛り上がってしまいましてですね、うちの、あれ何これ、はい、うちの教会を私今年の1月立ち上げたんですね。国際クラフト協会って言うんですけれども、編み物以外の講座はこちらの国際クラフト協会でやろうと思いまして、うんうん、でいろんな、やっぱりいろんな出かけていくと上野先生みたいな方、うん、いろんな楽しいことをやってる方と知り合うわけですよ、うん、でそういう方たちに教えていただいて、うん、で勉強した方も先生になって、うん、この楽しいのをいろんな方に伝えていただきたいなと思いまして、うん、今年国際クラフト協会っていうのを立ち上げました。うわ、で上野先生に筆文字アート認定講座、ね、先生になっていただいて、この前第1回目をやったのも、やったんです。集まりましたか。はい、1期と2期を今やってまして、何回なの、1期、ですね、これは2日間で終わります。あ、なるほど、はい、筆文字アート認定講座なんだ。そうなんです。面白いね。これはじゃあ小須さんと上野さんが出会ってできたもの。そうなんです、そうなんです。だからもう水越さんのおかげで、いやいや、こう言っていただけるとね、私も嬉しいですけどもね、はい、そうなんです。これじゃあ、募集中。募集中です。今1期と2期はもう終わりまして、3期が広島が11月の26日、広島、はい、26日と27日ありますので、はいはい、広島の方、広島の方、11月、はい、11月の、ね、はい、広島の方、ぜひ広島のお近くの方、筆文字アート認定講座、はい、ね、国際クラフト協会で検索してください。これ認定講座をやるとどうね、こういうのが作れるようになるわけだ。もう書けるように、自分で、はい、こういうのはね、これ人にあげられるもんね、はい、そうです、そうです。はがきとか、あと上野先生がお店のポップとか書くんですけども、うん、そうするとそのお店がすごい売り上げが上がるんですよ。なるほど、素晴らしいですね。はい、それもね、ぜひ積極的に展開をしていきましょう。はい、ね、ありがとうございます。あ、神保さんね、行動力本当大事ですね、はい、本当なんですよ、行動力ね。それで私ね、両足が人工股関節でして、そうなのそうなんですよ。それがね、2010年に、うん、一気に両足を、あ、その前に、最近じゃない、そうですね、その前に自分の骨で1回ずつ手術して3回目で人工にしたんですけど、うん、それまで本当にお店、自分の会社まで来るのも本当に大変な状況でして、うん、駅の階段本当にこうやってこうやって手すりに捕まって登ってた。そんな感じだったの。すごく悪化しまして、で平らなとこもいよいよ歩けなくなって、杖を
杖をつきながら歩いてたんですけど、そしたらですね、地元の生徒さんでやっぱり同じ病気の方がいまして、うん、その方が手術してくるねって言って、うん、それは1ヶ月後にもう教室に来たんですよ。歩いてちゃんと普通に歩いて、はい、でと思って、その病それをそうなんです、病院紹介してって言って、うん、すぐに行って、うん、もう自分もオペすることに決めて。うわー、それ大変でしょ。でも、あ、大変は大変です。でもね、今すごいんですよ、医学が進歩しててね、うん、両足を切って自分の骨を取るんですよ、うん、で人工の金属ちょっと待って入れるんですけど、ちょっと待ってちょっと待ってもうすごい、そこだけですごいんだけどすごいです。でさらにすごいのは、次の日の朝先生が来て、はい、立ってトイレに行ってくださいって言う。それであのこう捕まるならあるじゃないですか、歩行器に。それに捕まってもトイレ行くんです。ちょっと想像つかないですね。それで本当は、あ、私片足の肩は1週間で退院なんですよ。で両足だったので1週間そうすごい、両足だったので10日間で退院なんです。もうちょっとすごいですね。 そうなんです。それで今これで、まあ、なんとか普通に歩けるようになりまして、素晴らしいね。それでこうやってあの広島ですとか行けるようになったんです、うん、であの先ほどの誠さんなんかはこれでこの前あの北海道に行ったんですよ。こちらはスタンプアート、スタンプアートっていうのをやっておりまして、はいはい、そういうのもやってるのね。はい、これは無印のノート、こういう普通の無印のノートなんですけども、こんな感じでいろいろ、ああ面白いね、はい、できるんです。そういうのが作れる講座。そうなんです、そうなんです。であのスタンプの使い方ですとかインクの使い方ですとか、うんうん、そういうのができるようになるんですけれども、それで北海道にも行けるようになりましたし、よかったね、はい、本当にありがたい。それも行動だよね。そうです、そうです、本当にありがたいです。感謝です。いやーよかったね。でも不思議なことに、うん、あの本当にうちちっちゃい会社で、あの、うん、週に1回バイトに来てる人とか週に2日バイトに来てる人とか、そんな感じで、うん、本当にちっちゃい、私一人社員しかいない会社なんですけれども、うんうん、もうそこの教科書とか自分たちで全部作ったんです。え、ちょっと待って、それすごいじゃないこれ。ほら印刷屋さんに見ていただいて、いやうちね、あの創業100年の印刷会社ですから、はい、そういうの全部自分たちで作ったんです。すごいね。はい、それで普通こういうのって頼むとすごい高いじゃないですか、デザインとか、はい、それそしたら金曜日にデザイン、あ、バイトに来てる神谷さんが以前やっぱりこういう紙媒体のやってたの。そうなんです。あ、その子がやってくれたの。はい、それでカメラマンがいるじゃないですか、うん、そしたら根本さんという方とまたまた知り合いまして、うん、で本当にあの本当格安のもう契約で写真を全部撮ってくださいまして、はい、それで印刷会社上がってるですね。そうですね。でもこれ印刷頼みましたよ、これ。あ、ね、はい、あとは本当に会員さんのサイトとか作んなくちゃいけないじゃないですか、うんうんうん、そういうのもあの関本さんって今来てくださってるんですけど、はいはい、ウェブサイト、はい、はい、そういう専門家がバイトにやっぱし来てくださってて、なんか本当にあの普通だったらうちみたいなちっちゃいところでお金がないところはできないようなことがなんかできちゃったんです。はあ、それはね、やっぱりその小沢さんの本当にそのやりたいっていう気持ちとその行動力、まあ、これでね、感謝してます。情報とか人が集まってくるし、うん、やっぱりそういう自分でこうやりたいとかこうしたいっていうね、はい、やっぱ思いがあるわけでしょ、はい、そこですよ。やっぱ私はあの最初からあれですけども、うん、主婦からあのこう仕事を立ち上げたので、うん、所詮主婦のお遊びでしょって言われたくなかったんですね、うん、そこら辺もね、うん、素晴らしいね。どうせやるからにはちゃんとお仕事として、うん、利益を出して、うん、雇用も生み出して週だってやればできるんだということを証明したいと思ったんです。でもやればできるんですよ。まだ途中ですけど、ね、これからちゃんと証明しますから。でもね、やっぱ主婦の方は長年やってて起業っていうと、はい、やっぱりね尻込みしちゃいますよ、はい、ね、でって、はい、お金が絡んでくるから。そうですね、はい、ね、でもそれをやったっていうところはね、やっぱ大変、もちろん大変だったと思うけども、今でも大変ですけど、まあ今でもね、そう楽じゃないでしょうけどもね、はい、それはね、でもみんな同じですよ。楽なことない。でもね、やっぱり、うん、あの自分がこうやったことに対して、はい、そのお客様とかね、生徒さんとか、はい、みんなが喜んでくれるっていうね。そうですね。でそうする、そういうところにはね、やっぱりいろんないい情報とかものとか、その人のアドバイスとかね、集まってきますからね、はい、そうですね。
やっぱり自分前向きにこう人のためにお役に立ちたいっていう気持ちを持ってると、うん、やっぱりうまく回転してきますよ。そうね、まあ、大変ですけどもね、はい、うん、もう素晴らしいですよ。本当にもうあの不思議なようにこう、うん、あの必要な時に必要な方が目の前にいるんですよ。まさにその僕のセミナー出た時に小下さんの目の前に上野さんがいたとそうなんです。草野さんもいたしね。そうなんです。もう嬉しいな、うん、そういう話聞くとね。わ、引き寄せまくりってされちゃう。本当そう、 ありがとうございます、ね、本当そうだよね、やっぱしね、あの怖かったんですけど、うん、あの例えば100歳になった時にね、うん、死ぬ時にね、いやあれやっておけばよかったって言って後悔するよりも、そうそう、やってダメだった後悔の方がまだいいかなって、やらないと絶対後悔するぞって思ったんです。僕もね、ある時期にそういうことを思ってから、もう絶対後悔したくないと思って、うん、だからここにあのもう何度もいろんなところで言ってますけども、ここの私のねユーストリームのこの番組、おもちゃの鑑定士の北原照久さんのね、何でも鑑定団の北原照久さんに出てもらいたいって言って、もう何度もね北原さんに講演会行っては、はい、サインをしてもらってから、はい、メディカス出てくださいって何回も言って、はい、でもそれでもダメで、である時に自分でチラシを作ってた、うん、メディカツ北原照久水越博之夢の対談って勝手なチラシを作って月と日だけ入れてね、数字を入れないで、で北原さんに持ってって、あとここに数字を入れていただくだけなんですよって言ったら初めてじゃあやろうかって言ってくれてね、まあ、あと岩崎ひろみさんもね出てくださいましたし、元巨人の篠塚さんとかもね、全部会いたい人に、まあ、会うっていうね。でそれはやっぱりあの僕ね、自分が会いたいっていうだけじゃなくて、はい、その人たちの僕魅力を知ってるから、その人たちの魅力をねたくさんの人に伝えたいと思う、はい、北原さんもそうだし、はい、もうあのお話をみんなに聞いてもらいたいっていうね、やっぱそこが原動力なんですよね、はい、で小澤さんもね多分同じだと思うんですよ。自分のやっぱこういうものをたくさんの人に知ってもらいたいっていうね、はい、喜んでもらいたいですよね。素晴らしいですね。あ、恵美さん、宮川さんね、11月22日東京ですか。いい質問ですね。これ私のセミナーのあれですね。今ね、ちょっと打ちますからね。ね、実は、31日にもね、恵比寿であるんですよ。あの、これはね、アナウンサーの方とコラボで、自己 PR のね、アナウンサーの方が、いろいろ自己紹介とか自己 PR のね、アドバイスをいただき、で、僕がビデオ、あの、動画のね、アドバイスをするっていうのもありますし、11月22日は、原宿で、個人、TV もう17回目ですから私これもうやってますね。でこれに実は小瀬さんも出てくださったということでね、よかったですか。はい、すごい良かったです。勉強になりました。本当皆さんとも出会えましたしね、はい、そういうねやっぱり出会いってね、いろんなところでこう自分がすごい出かけていくっていうことでね、うん、新たな出会いが ね生まれてきますからね、うん、ぜひお出かけください皆さんね。あ、すごいな、佐川さんも興味あります。あ、嬉しいな。ありがとうございます。ぜひ皆さんお出かけくださいね。ゆうこさん。あれ、ゆうこさん、ゆうこさんってどれ、嘘、ゆうこさんだって、あ、話の中でってことね。そうだよね、こう今出てきて、多分ゆうこさん見てると思います。あ、あ、ね、多分ね、これ書き込みは分かんないと思う。あ、そうなんだ。でゆうこさん書き込んでないもんね。そうですね、いないでしょね、いないよね。ゆうこさん手振って、多分向こうで手振ってると思いますちょっと待って、あの、そうね、そうね、横山さん、何事もやってみなきゃ始まらない。はい、サンキューカードかわいいって言ってますよ、さゆさんはね。ありがとうございます。横山さんは彫刻アートが終わったら筆文字やってみたい。はい、ぜひぜひ、うん、楽しいですよ、ね、筆文字。あ、関本さんがね、あ、ブログ紹介してくれてますね。 ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。あ、私も筆文字やりたいです。あ、ぜひぜひぜひ。ぜひやりましょう。楽しいですよ。新しいことやると嬉しいからね。うん、本当リハビリね、大変だったよ、本当にね。はい、翌日歩けるんだって言ってますけど、ね。あ、そうなんです。今、医学はすごいですよ。すごいよね、でもね。はい、本当、それもいい先生にたまたま、本当に、はい、会いまして。ん？近藤さん。あの、入退院時の行動力がすごかったです。尊敬です。はい。みんなすごいとかね、サリちゃん言ってますね。はい。スタンプアート。あ、リンクありがとうね。ありがとうございます。あ、そう、本当にね、自作教科書の中身すごすぎね。教科書、はい、これも本当にもう恵まれました、私は本当に。本当素晴らしいあれ。
ね、運がいい人絶えず動いてるものです、ね、そう夢は叶えるものなんだね、ふむふむってことだね、はい、そうやらないよりやっぱりねやってね失敗ってないんですよ絶対ない、で失敗と思うか思わないかは自分の心だけなんですよ、出来事は一つだけどもそれを失敗と受け取るか、いやこれ失敗じゃないでこれ次のためのステップのね、肥やしなんだと、うん、と思えばねあの失敗じゃなくなるわけなんで、ね、その人のもう受け取り方次第ね、サリーさんそうだよね、受け取り方 100% ですから人、うん、本当運が良くなるのも悪くなるのも成功するのもしないのも受け取り方、はい、だからは人怒っちゃいけないんですよね、人恨んじゃいけない、そういういろんな出来事があってもそれをあこうしてくれたおかげで自分はねこういうことを知ることができた、うん、感謝もうそこでね感謝の思い、もう感謝の心を持つ人ほどね絶対成功しますから ね、うん、ね皆さん本当、うん、だからご家族にも感謝だよね、あ本当 に、ね、本当に私本当にはあの、ね、何も家事をしていないであれでもどうしてるのマジは、あのうち半分ぐらいあのドイツが本社なんで主人は、え半分ぐらいいないんです日本にそうなんだ、はい、ドイツ、はい、あらそれ寂しいね、いやでも私にとっては超ラッキーで、はい、思い存分仕事ができるので、ねえ、はい、まあだから本当その時々でね、はい、一番いい環境を与えられるっていうね、はい、お子さんはどうなんですか今、もう2人とも独立しちゃうので、うんうん、もうはい、結婚まだされてないですか、まだ独身なんで、 あいいお嫁さんがいたらいいお嫁さんがねあとじゃあ、ま、お孫さん ねそのうち ね、はい、ねっていうことでね、はい、本当にいやいい話じゃないですかね、あさりさん受け取り方が10割です、本当僕もそう思います ね、 本当ですね、何でもよく考えないとね、うん、本当そうです、はい、受け取り方です、でねあの私のセミナーもさっき告知しましたけども、ご興味のある方ぜひね、ぜひぜひ、本当に僕が言うのもなんですけどもためになります、そうです、ためになりますね、ぜひお出かけくださいませ、もう過ぎてますよ、あ すごいあっという間でしょ、あっという間ですね、まだなんか言い足りないことありますか、あ今日プレゼントが、はい、ちょっと待ってこの本を、ねはい、ちょっと紹介しましょう、はい、本もプレゼントです、あこれもプレゼントなの、はい、ちょっとじゃあこれ紹介しないと、はい、これね皆さんこれもプレゼントだってさ、よかったね、これ初めて出した本、そうです ね、はい、なんていうの、直線編みで優しいのにとってもおしゃれな小物とウェア、はい、これいつ出されたの、こいつでしたっけ、2010年の時、2010年、はい、これちょっと中とかパッと違う、はい、これは分かる人には分かるんだね、そうですね、はい、ちょっと編んだことがある方でしたらできます、はい、これもプレゼントですよ皆さんね、はい、あとこっち、あの、ね、はい、帽子ですね、これもプレゼントですよ皆さんね、 お二方ね、はい、プレゼントします、お楽しみにお待ちください、楽しみに、私から連絡かもしれませんのでねお楽しみに、はい、ということで、はい、で、はい、一応これどんどん夢が叶うメディカスという、はい、あマジっすか、宮川恵美さん、はい、11月22日申し込みました、ありがとうございます、嬉しいですね、これがユーストリウム、面白いとこだね、絶対勉強になりますよ、ね、あの当日お会いできるの楽しみにしてますからね、ありがとうございます、いや嬉しいなぁ、ちょっと待ってくださいね、時計がなさっき起こしちゃった時に、ね、すいません、すいませんね、こういうこと、ユーストリームはこういうこと何でもあるんですからね、はい、あ帽子欲しいとかね、はい、待ってますとかね、はい、本可愛いなとか、ね、本も可愛いってね、ありがとうございます、いや本当これ見ると、はい、すぐ編める、ちょっと勉強したい人だったら編めます、あ、ね、はい、デザインが入ってるわけ、そうですね、この編み方が説明して、編み方がね、はい、ね、はい、で、まあ、そうそう、これどんどん夢を叶うメディカスの番組なんですけども、はいはい、小須田さんが夢を叶えるために、はい、これだけはずっとしてるよとか、こうした方がいいとかっていうのは何かあります、例えばね、うん、よくあの日記みたいにして書く人もいるわけですよ、毎日毎日ね、はい、もうすでにできましたとかね、はい、あとなんか貼り出すとか、はい、あとイメージングするとかね、はい、なんかいろいろあるんだけど、なんか小須田さんってある、毎晩寝る前にあの今日あったいいことに感謝ですね、これいい話聞いたね皆さん、やっぱ感謝だよ感謝やってる、うん、あとはあの日付をつけることですね、この時までにはこれ をはい、逆算して、はい、逆算して、あやってる、はい、これ皆さんね、いいヒントもらいましたよ。
あのね、やっぱその日のうちに寝る前にね、あのその日、例えば嫌なことがあったとしても、その気持ちのまんまやっぱ寝ないでほしいんだよね。やっぱりそのことに関して自分の受け取り方だから、あの人こう言っても本当ちょっと嫌な気持ち、でもあのおかげでね、自分はいろいろ気づかせてもらったと。ね、本当はああいうふうに怒ってるけども、自分のためにやってくれたな、本当感謝しなきゃなっていう感謝の気持ちに変えて、でいろんな出来事、ね、人との出会いを一つ一つ思い出してありがたいなって感謝の気持ちを持って一日終わるっていうのは最高ですね。素晴らしい。ありがとうございね、まそす。れ実践されてると。はい。それともう一つ何でしたっけ、もう聞いた忘れあちゃとった。は、日付をあ、つ日けるんで付すをつね。ける、期限を決めるってね、これ大切ですよね。僕もね、こう小さい紙ね、いついつまで何ができましたって、ね、書いたりしてるんですよ。ああ、やっぱそうですよね。それやるといいですね。はい。あ、ね、あ、甲斐さんありがとう。よかった。水越丼ってね、ありがとうございますね。申し込んでくれて本当は感謝です。苦手大丈夫ですよ。全然やってない人来ますからね。いろいろ教えますから大丈夫ですよ。甲斐さんね、ご飯食べれてありがとう。本当ね。もう当たり前のことがね、本当は実はね、感謝しなきゃいけないそこうとでいっすぱいあるけど、ね。まずだってこの空気。この空気のね、ちょっと配合がね、ちょっと変わっただけで人間生きていけなくそうなでるわすけですね。から、もうこれ与えられてる。もう生かされてるってことですからね。もう生かされてることに感謝ですよ。あ、箱崎さんね。毎晩良かったことに感謝する。素敵です。ね、本当。何事にも感謝していきましょう、皆さん。ね。運が開けてきます、絶対。運気上昇、間違いなし。いつこさんと会えて感謝。ありがとうご関ざい本ます。さん。関本もうさん、ありがとうご嬉しいじざゃいないですます。か。こういうこと書くってことがすごく大切。ありがとうね。ご表ざい現すまる。す。これ大切です。やっぱ口で。いや、ほん夢がと。叶うっていうのは口偏に10。そう。口で10回以上言わないはと。い。十分言わないと。口で言いましょうと。夢叶いますからね。表現しましょう。ありがとうございまありがす。とうございます。さあ、それで、これからのなんか目標とか夢っていうのはありますはい、か？手作りの楽しさをいろんな方に知っていただくっていうのと、あとこの飴酢っていうものがあるんですけれども、編み図。こういうものですね。ちょっと待ってね。飴酢。はい、編み図。ちょっと難しいんですけれども、こういうものがありまして、これ国によって違うんですね。あ、そうこれなはの？日本の記号なんですけれども、どれ？記号ってどれ？こういう記号ですこね。れ、編みそ方うなのんだ。記号なんです。編み図っていうものな編みん図。ですけども、これドイツにはドイツの記号があって、ノルウェーにはノルウェーの記号がありまして、アメリカなんかはなくて英語で説明が書いてあるんです。なので、これ私は世界で一番分かりやすいのが日本の編み図だと思ってるので、この編み図を世界のスタンダードにしたいんです。なるほどね。ちはい。ょっと待って、ごめんなさいね。はい。電池外すから、ごめんなさい。すいません。せっかくいい話したのに、ごめんなさいね。本当に申し訳ない。こんなことね、今までなかったんですけどね。すいませんね。はい。はい、すいません。で、こういうものが、すごく分かりやすいので、こういうものと英語とで配信して、日本の編み図が世界で一番分かりやすいよっていうのを分かってもらえたり、これを世界のスタンダードにしたいんです。おお、すごいじゃないですか、その夢。世界のスタンダードですよ。ね、僕のオープニングの曲にもありましたでしょ。世界へ飛び出そう。ね、これですよ。そうですね。いいですね。ぴったり。今日の番組にぴったりですよ、小須田さん。ありありががととううごござざいいます、本ま当にす。ね。フォトグラフィンさんね、明日、池袋で私の夢、聞いてくれる人募集ってね、ありがとうございます。何？固まった。これ何でしょう？画面固まったのかな？今、画面動いてますね。あ、大丈夫ですね。はい。に、あ、そうね、神戸さん。何これ、に、とも網の積み重ね、感謝の積み重ねなんだね。うまい。ありがね。とうございます。小須田さん、ぜひぜひ叶えてください。ね。叶えます。鈴木さんもね、皆さんと同じ、私、みつこさんに出会って人生は変わりました。ありがとうございね、皆まさんす。言ってま桜子すよ。ね、佐川さんも私も小須田さんに感謝してます。さん、ありがとうございすます。ごいな、みんな、関本さんもね。いや、嬉しい本当ね。に、でも本当に恵まれてるんですよ。い本や、当にいい今人が来日てくね、れいや、る。本当、今日コメントを見ただけで皆さん素晴らしいなと思います、僕も。
感じますよ、パワーを。ありがとうございます、ね、皆さんのありがとうございます。本当にね、たくさんのツイートありがとうございま す,、ね、いました。で、あ、さっきのもう一度あれ言っとこうか、これね、はい、何でしたっけ、はい、トレマーガ展、皆さんね覚えておいて、2013年11月20日から11月25日まで、表参道アートインギャラリーね、やっております、はい。まあ、ブログとか出 て,、はい、出てますからね、はい、ぜひね皆さん行ってください、無料ですから、ね、はい、無料です、よろしくお願いします。もう入れ替えてる、はい、行きます。初日と土日月ってます、はい、はい、小澤さんに会いますからね、はい、ぜひねいらしてくださいね、よろしくお願いします。はい、嬉しいな、フォトグラフィーさん、何よりも水越さんに感謝、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。でもね、本当嬉しいですよ、そうやってね、人といろんな、僕もの場を提供した場で人と人とかね、つながっていくとね、本当に。これでメディカスバンドのライブにもね来ていただきました、ね、いや本当感動で涙しました。嬉しいじゃないですか、サリーちゃん、すごい、ね、嬉しい、本当ありがとうございます。で、今日はさっきのアルバム、うちのメディカスバンドのアルバム、ね、はい、はい、こちらこちら、ね、サインお願いします。メディカスバンド、実は皆さん、はい、メディカスバンド CD 出してるんですよ、 CD ね、ちょっと持つといい、はい、これ買いました、ね、私 Amazon で CD をね、 Amazon で買ってくれたんですよ、はい、小澤さん、これね、はい、これ CD メディカスバンド See Your Dream Make Your Dream、 これ1曲目は私の作曲した曲ですけども、あと2曲はね、うちのメンバーの田村さんというプロミュージシャン、 SMAP にも詞を提供している田村さんが曲を書いてくれた。メディカスバンド5人いますけども、みんなそれぞれがね、このユーストリームメディカツのゲストに出てくれた方なんですよ、メンバーがみんな、うん、それをこれをきっかけにね、メディカツバンドを作って、でこの間下北沢のおとくらというね、ショーの真代さんがやってらっしゃる、ライブハウス、そこで60人の方が集まっていただきました。そこに小澤さんもね来てくださったんですよね。はい、すごい感動でしたよ、ありがとうございました、本当に嬉しいです、うん、そう言っていただけるとね、ぜひね、今日メディカツを初めてこう見た方もたくさんいると思います、はい、今日はね、大体2万人の方がね見てくれてるんですけどもまあね、初めて知った方もいらっしゃると思います、ぜひこれからもねメディカツ、見ていただいて、またメディカツの、ね、イベントいろいろありますから、そこにもねお出かけいただくととっても楽しいと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで最後に、はい、メディカツポーズ、はい、ね、メディカツポーズっていうのは最後にあるんですよ、これゲストの方と必ずやる、でまた見ていただいてる方もね真似してやっていただきたいと思いますよ。どういうかという、どういうものかというと、練習してみましょう、はい、一応あのカメラね、はい、火曜の夜を楽しむにはテーマを作って、下からねメディカツ、いいですね、これ数で止まってね、はい、これね、こうやって止まってね、はい、じゃあいきますよ、皆さんぜひね、見てらっしゃる皆さんもメディカツポーズやっていただきます、はい、これやるとねもう運が開けま す, そうです、開運メディカツポーズ、はい、今初めて言いました開運メディカツポーズ、いきますよ、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、はい、いやー嬉しいですね、今日は本当にね、今日ね、ありがとうございます、皆さん愛のツイート、今日ねたくさんコメントくれました、これツイート、はい、愛のツイートと言います、本当にねたくさんの方の愛のツイート、ありがとうございます、これがあるから盛り上がる、本当に皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、嬉しい、あ、サリーちゃんね、姉妹番組あ、姉妹番組ハッピーエクね、ハッピーエクスプレス、このサリーさん、もうとってもメディカスバンドのねこう言ってんで、めちゃめちゃ可愛い子ちゃん、このね、サリーちゃんが水曜夜7時半、明日の7時半、ね、こういうユーストリームの番組やってますから、ぜひ見てくださいね。ありがとうございます。カイさんもね、ヘビロテ、ありがとう、いつもね。皆さん、カイさん、あ、小澤さん、ありがとう、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。杉本さんもね、お疲れ様でした。ありがとうございます。みんな、ありがとう、ありがとうございます。元木さん、面白かったです。ありがとうございます。元木さん、ありがとうございます。小山さん、パチパチパチってことね、皆さん、ありがとう。あ、星野さんも楽しかったですね、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでね、毎週火曜日、8時からメディカスやってますからね、また、来週火曜日ありますので、ぜひね見ていただきたいと思います。また私のねこの、自分 TV 自分で、解説資金0円、スタッフ0円、今日もスタッフ0です、誰もいません、証拠見せましょう皆さんね、ここに、私たちがいますね、ぐるぐるぐる誰もいません本当に一人なんですね、カメラここにありますね、ライトがあります、本当誰もいないんですよ、うん、ここでやってるというね、でこれから私たちはですね終わってから、
あ、時間あるんですか今日。大丈夫です、はい、お食事をねしたいと思いますんでねメガ盛りチャーハンってまたこれが美味しいチャーハンがあるんですよ。これ食べに行きたいと思いますんでね、ありがとうございます。チャンネル登録しますと、ありがとうございます。あっという間の1時間ね、楽しかった、ありがとうございます。皆さんのそういうコメントでね、もう自分たちもパワーいただいてますからね、ありがとうございました。ということでね、また来週やりますのでぜひ見ていただきたいと思います。本日のゲスト、ニットデザイナーの小須田いつこさんでございました。またね、本当頑張ってください、これからね、はい、ありがとうございます。期待しておりますんでよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ということで、また来週お会いしたいと思います。素敵な1週間を過ごしください。エンディングはですね、メディカスバンドの新曲、ここに今日もコメントくれましたね、サリーちゃんが歌ボーカルで歌っております。サリーちゃんこれから見れますよ皆さんね、君にブランニューワールド、これで、さよならしたいと思います。それでは皆さん素敵な1週間を過ごしください。さよなら、さよなら。